にゃ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 シュック、なんだよ。え？シュック大丈夫だ、シュック。俺はこれ清掃だから、これ。清掃いいですか？勝負服だから。勝負服。いやいや、お前もだって。え？みんなこれスーツなんだ。でも、いやおかしいだろお前。お前走る人じゃないんだからね。なんでこんなこと。止まんないです。止まんないです。まずは男子国内招待選手です。続いて男子ゲストランナーです。猫ひろしさん。2016リオデジャネイロ五輪にカンボジア代表で男子マラソンに出場。ベストタイムは2023東京マラソン2時間27分2秒。続いては男子視覚障害者の部招待者。どうも、旧日本人の猫ひろしです。1年ぶりにやってまいりました。長野マラソン当日です。おー、来ましたね。見てくださいよ、これ皆さん、ほら、ランナーの方が入ってますか。よいしょー。何が欲しい。今日ね、はいはい、長野マラソン1年ぶりですよ。いいすね。ただ今日はね、長野マラソンいつもより1週間日にちがずれたんですよね、だから日にちが合わなくて、僕ですね、実は昨日ハーフマラソンを走ってます。情熱ハーフマラソン、ね、今日はもう最初から3時間半ぐらいでゴールしますので、はい、で今日はね、フルマラソンなんですけど、ちょっと足元見てください。どう、ほら、中国のリーニン最新シューズ、ね、これ履いてどのぐらいの感触かというのを調べたいのと、僕ランニアソックスってね、今日も履いてますけど、徹底でそう、これの育ての親というか海の親、海の親が商店社長の土橋達也さんが、今日ねフルマラソンで自己ベストを目指して、僕がね実はね、内緒で3ヶ月ぐらい教えてたんですよ。たっちゃん、おたっちゃん、おたっちゃん、たっちゃん、来た。今までのベスト何分ですか？3時間38分。3時間38分です。今日何分目指す？3時間30分。おーし、3時間30分、頑張れ頑張れ。猫魂で、はい、来た。僕はね、ファンランなんで、とにかく見てる人ね、猫ひーろし、猫ひーろし、猫ひーろし、いやこういう雰囲気を盛り上げながら長野の人楽しんでもらおうと思ってるんですけど、土橋さんともし偶然会ったらね、僕3時間半ぐらいで走るんで、はい、その時は一緒に走りますから。お願いします。もう自分で行ってください。4分55でずっと行くんで、そう、絶対 PB 出してる。いろいろやりましたもんね、メニューね。1人で40キロ走もやってるんです。おー、いいね。3時間30分で、おー、素晴らしい。今日絶対に行きます。リラックスできましょう。はい、よくさ、いい。それでは長野の皆さん、そして見てる皆さん、よろしくお願いします。はい、行くぞ土橋さん。1、2、3、にゃー、よっしゃー、お願いします。 YouTube 見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオデジャネイロオリンピックにカンボジア代表、自己ベストは2時間27分48秒。いやー、さあ、長野マラソン始まりました。ランナーの方がいっぱい走っております。今日はね、長野マラソン第25回記念大会、にゃー、なんと1万人の参加者が来ております。長野マラソン第25回ですね。今回はなんと久々のコロナ前と似てて、ランナーさんがいっぱいいます。応援も熱いです。一生懸命いきたいと思います。さあ、おい、頑張って、ほら見てください。はい、ありがとう。長野マラソン今2キロ地点ですね。たくさんのランナーが、そして応援の方が、ありがとう、にゃー、頑張ります。皆さん頑張ってください。今日はね、3時間半ぐらいでゴールしようかなと思っております。応援も熱いです、にゃー、へい、頑張ります。今19キロ突破しました。ただいま給水地点でございます。落ち着いて取ってください、給水を。ご苦労様、にゃー。さあ、給水は塩飴、スポーツキャラメル、にゃー、にゃー、ありがとう。
応援ありがとう。さあ、目の前にいるのは土屋師匠でしたと、土屋師匠、土屋師匠、達也です。さあ、バナナ、あ、おまんじゅうだ、うまそう。さあ、土屋師匠、今3時間半に向けていいペースで走ってます。もう少しで20キロ、行きますか。行きます。いやー、応援をよろしくお願いいたします。ランナーの応援をよろしくお願いします。スタッフさん、ご苦労様。土屋師匠、頑張れ。皆さん、頑張ってください。25キロ地点を超えて、まだいいペースで出てます。にゃー、ありがとう。にゃー、土屋師匠、今のところイーブンペースでいいです。頑張っていきましょう。皆さんも頑張ってください。5キロ24分30ペースでいってます。いいペースですね。これで自己ベストも絶対できます。さあ、行きましょう。猫ひろしです。長野マラソン2023走り終えました。ここら辺でリーニンのシューズが映ってると思うんですけども、リーニンのシューズでね、カーボン入りシューズで初めてフルマラソン走ったんですけども、まあタイムはねちょっと3時間30分前後で走ってたんで、まあゆっくりなんですけども、僕のタイムにしては。でもまあ全然ストレスはなく走れましたね。だからまあ長距離もリーニーのシューズっていけるんだなと思ったんですけども、うん、さあ、あともう一つはですね、オープニングで紹介したランニャーソックスの生みの親土屋氏、達也社長が今回僕のね猫トレで4ヶ月間コツコツ長野マラソンで自己ベスト3時間半を目指すために走ったんですけども、その結果はどうだったでしょうか。それでは土屋さん、よろしくお願いします。カムヒーヤー、はい、お願いします。まずは完走したって感じですけども、今回大会無事完走。じゃあまずは今までのベストタイムはいくつだったんですか。5年前の東京マラソンで5年前、3時間38分が3時間38分。その時何歳ですか。45歳の、ね、45歳で今50歳で、3時間38分で3時間半を切って練習してきましたよね。してきました。1人で40キロ走やったりとか、初めてスピード練習やって苦しんだりとかね、はい、5キロ2本やったりとか、で、あと筋トレも自分でやって頑張ってきましたね、はい。でその結果は一回3時間38分が何分でゴールしましたでしょうか。はい、2時間21分53秒です。よー、目標大幅達成。年齢からして50歳ですもんね。50歳で高野花、中井くん、中井くん、キムタくん、あと吉江千代、おーや、みー誰です、吉江千代カメラマン、みー、ほら、ここ目の前でしょ、ほら、ちょ、コーチ、おい、みー、おめでとう、みー、いやいや、天井、みー、ノー、みー、はい、おめでとうございます、あらわい、50歳でね、50歳で、同じ50歳で、どう思います、吉江さん。なかなかね、この50歳の中で、なんだろう、体力とか落ちてるところを、新記録ってあと何、十何分でしょ、うん、本当これすごいと思います。誇れる同級生、うん、ありがたみー、当たり前のコメントありがとうございます。いやいや、いいじゃないですか。だって、フルマラソン僕と土屋さんが走ってる時、吉江さんは長野いましたけど、どこで何してたんですか。いや、ちゃんとあのね、ゴール付近でね、二、うん、人の、あの、ゴール。食べて熱だってことですけどね。美味しいですね。この弁当は。はい、それはまあまあ、ただありがとうございます、吉田さん。はい、でも。ね、土屋さん、結局、はい、17分、更新、50歳で。50歳。もうでも51ですよ、子供も、うん、あと3ヶ月で。すごいっすよ。いや、もうそれは全部猫さんのおかげです。いやいや、土屋さんの努力のあれなんですけど、で、僕はね、ゲストランナーで走らせてもらって、で、はい、途中で土屋さんと合流して、早く行き過ぎないようにとか、はい、ペースに乗ったら、給水。はい。土屋さんが少しでもあれだから、こう給水あるじゃないですか。土屋さん何飲みますって。スポーツドリンクとかあったんで、はい、スポーツドリンクと水っていう時あるんですよ。バーッと取って2個。で、しかも飲んだ後ゴミ捨ててくれるんで。そう。めっちゃ VIP 扱い、ね。猫の毛も借りたい。おお。貸した。すごいでしょ、これ両手で持ってるじゃないですか。うん、で、土屋さん、これ走りながらこれ行くんですよ。ドリンクバー喜んでるバカな小学生みたいな感じで。土屋さん突っ込むね、水のポカリがなくなってるんですよね。で、あとね、飴いるとか、バナナいるとかで、結構オーダー聞いてくれたり。オーダー、オーダー。しかも僕は、やっぱゲストランナーで走らせてもらってるんで、ニャーニャーずっといながら、ね、そうそう、すごいっすよ。あと周りのランナーに。でも僕、体全然疲れてないんですけど、ここから上、喉がめちゃくちゃ疲れちゃって。ここから全然疲れてないんですよ。ジョグですから、キロ。だから大体めちゃくちゃ疲れちゃって、少年野球の子供たちいるとヌートバーとかヌートバーだよーって小学生が喜んで走ってきてて、みんなこうやってそうロックみたいになってましたよね。そんな姿を見てすごいねエールをもらって。でもね、土屋さんは1キロ大体4分55で行こうって話だったんだけど、なんだか猫さんついていくと4分45とかにもなったんだ。早くなってたからちょっと急にわーって行っちゃったりするから、あ、いやだから僕に惑わされないでくださいって言って、あのペーサーの、あ、そう、3時間30分のね、中野真理さんが、はい、ちょっと
ついて、そのペーサーが4分52ぐらいで行ってくれてたんで、ブレないんですよ、あの、もちろんペーサーですからね、ずっと行ったら、ちょっと呼吸が安定し始めて、で、猫さんからも35から行くと。そういやでも土橋さんは30キロからこばーって行ったんですよ。でもうちょっと見てたらリズムに乗ってたから、僕止めないで土橋さんのペースで行かした方がいいなと思って、35キロもばーってそのまま行ったら、これラスト5キロが一番ラップタイム早かったですよね。そうです。で風の強いところ、37キロ過ぎですか、お金の走りだって両方から風が来るんですよ。長野マラソン走ってる人だったらよく知ってると思うんですけども、みんな足やられてね、結構足つったりしてましたね。いる中で土橋さんはちゃんとペースを保ち上げつつ溜まちつつみたいな。まあでもそれを猫さん来い来い、そうもう背中についてこいって、そうあの風が強いから、風強いかって後ろにつけ、そう風よけで走ってたんですよ。その背が小さいから風よけにならないちゃんと後半が上がってるから、多分土橋さんね、まだベスト出ますよこの走りだから。本当にいい走りでした。ありがとうございます。猫トレ大変でした、ね。いや猫トレ大変だけど、また詳しい内容はもう猫さんまた改めて発表してもらって。はい、だとにかくね、僕はあの35キロから毎回いつも落ちてたんですよ。はい、前半飛ばしすぎて、35キロももう5分台とかケツ下がっちゃって、今回も35から上げられたっていうのはやっぱ猫トレ。前半はなんかちゃんと試してたからです。初めてですよ前半。リラックスリラックスでこうずっと行ってて。もうね、部分部分で結構坂道下り坂で、呼吸方法とか深呼吸とか、腕をこうやっていろいろやらせて聞いたでしょ。そうだからそのね、途中途中のアドバイスと励まし、いいよいいよとかっていう、もうやっぱ猫さんと一緒にフルマラソン走れるっていうのはなかなかないこと、オリンピアに。土橋さんの努力です。猫トレなられたいって人は実際に概要欄貼ってますので、今の 100% ですから、猫トレやってる人、そうです、ね、まず一人目のマサヤン、歌舞伎人さん、あそうです、でそのおばさんもちゃんと発生して、もう一人いったんです、あのダイエットやってた人、その人もマラソンやればそんな発生して、もう一人いったんです、内緒でやってた男性の方がいて、その人もちゃんとタイムが早くなった。100% です、ね、今のところすごいし、気になる方は、ぜひ、ね、メニュー作りしますので、マラソンにまぐれはにゃい、嘘はにゃい、走った距離は裏切らにゃい、そうです、まさにその通り。それででも土橋さんがやったから、あ無事今回目標を達成したの、ありがとうございます。一言最後に言って、やっぱ、はい、あの言い訳しないってことはすごく思います。猫さんにメニューもらったけど忙しいからできないとか、二日酔いだったとか足が痛いとか、まあ、足痛いはしょうがないですけど、まあ何かにつけて人間ってサボりたい人間なんで、それやらないともやらない癖ついちゃう、何が何でもやるっていう、もう諦めない、言い訳しないっていうのは僕は大事だと思います。そう次なる挑戦者もぜひね頑張っていただければと思います。土橋さんは次は何か初めて11月のつくばマラソンのあたりで、今度3時間15ぐらいを目指していきたいなとやります。でじわじわで来年の東京マラソンで3時間10ぐらい、はい、頑張ってくれ、またやりましょう。本当に今回おめでとうございます。いや、本当ありがとうございました。でね、長野マラソンは本当にスタッフさんが手厚いし、あと今回1万人規模でね、また再開されて、沿道もとにかく人が多くて、あったかかったですね。あったかい。そう。で、あとアップダウンが意外と少なかった。風が爽やか。いや走ってる人たちはみんな互いにね励まし合ったりして、そうですね、急須にまんじゅうあったりとかカステラあったりとかして、あと景色が良かったんですよ。そう、景色がね、あれ絶対東京でもカンボジアでも見れないですよ、白馬のね。そう、広い景色は、アルプスタンド、アルプスがものすごい綺麗でね、本当に最高な大会でした。大会です。また走りたいと思います。本当に土橋さん、本当ありがとうございました。そして長野マラソンお疲れ様でした。ありがとうございます。いやにゃ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